どうもー影山です。今日はですね行動できない人はやることリストを作ろうということについてお話ししたいと思います。えー 行動できなちょっとこうぼやけてるというかこういう感じでやりたいなみたいなことになってると思うんですけどもそのやることを、ね、明確にすることによってですね行動ができやすくなると思うんですね。でそのやることを明確にするためにはどうしたらいいかというのはですねもう単純なことでですねノートにやることを書くと。 明日日やることを、えー、今ですすよねね明日やることを書くんで,す、ね、でその時に注意点としましては「明日やることで、えー、必ずできるなと思うことを書いていく」ということですねまあ一日で1ページぐらいを使ってですね書いていくんですけども必ずできることを書くっていうことです、ね、これがポイントになりますで、えー、僕の場合で言いますと例えば昼に歯磨きをするとかいうことも書いてます でそういうことも書いてますし鼻うがいとかするんですけどもその鼻うがいとかそういう、えー、朝の健康習慣についてまで書いてるんですね。で書いてほんで、まあ、まあブログを 更新とかそういうのも書いてるんですけどもでその行動ができたら、えー、線を引くで線を引くことによって自分ができたという、ねえー、達成感というか、えー、小さなちすごく小さいことですけどもそれが成功体験となって、えー、脳にインプットされて、えー、そのやることリストを全部消してしまおうという、えー、その心理が働くんですね、えー、そうすることによってですね、あのー、行動ができるようになるということですねほんでこう やることリストをこうやっていってほんでまだ時間に余裕があるなと思ったら次の日から 次の日からそのやることを増やしていくということですね。で、増やしていって、こうそれを繰り返していくとですね、えー、自分のできること、1日にできることがかなり増えてくるんですね。で、そういう状態になっているとっていうのはですね、もう行動できない自分っていうのはもう完全に過去のものになってですね、行動できている自分というのがもう普通の状態ということになっていると思います。 でそういうふうにするためにもですね、えー、やることリストを作っていただいてですねあのトゥードゥーリストとも言いますけれども、えー、やることリストを作っていただいて、えー、行動に移していただきたいなというふうに思いますそれぐらいねやることリストを作るっていうのはね結構破壊力があるというか威力のあるものなんでね、えー、行動できてないという人はですね是非やってみてください一度やってみてくださいということで今日はですね 行動できない人は、えー、やることリストを作ろうということについてお話しさせていただきました。では、今日もよっしゃーで行きましょうどうも、ありがとうございます